ビザのなんも出ねえよなんですけども、今日はリモート緊急事態激白宣言をお送りしたいと思います。イエイ。激白ないですか、皆さんの中の激白ですか？激白成功しました。おめでとう。狭くてね、あんま言っちゃ悪いけど小汚いというか、小汚い。今みんな見てよ、このちょっと良さそうな家になってるよね。変わっちまったよ。後ろにキーボードあるんだけど、いつもそこに置いてないからね。ああ、確かに。絶対そこに置いてない。ちょっとかっこつけてるわ。テーマを持ってきてます。今日のテーマ、題して、愛してやまない食への熱量。イエイ。なるほど。まあみんなの中で、Uber でもコンビニでも、いろんなところの中でこだわってるものとか、なんかここのこれマジ美味しいよみたいなやつを教えてほしいんだけど、ある人。なんかはい、しゅん。まず言わせてもらいます。ローソンしか勝たん。そこからちょっと意見あるな。俺は意見あるな。一番ローソンの推したいところがあって、なんといっても、コーヒー、カフェラテがめちゃくちゃうまい。ああ、なるほどね。つけてるよね、コーヒーカフェラテのね。なんかさ、片手に持ってるよね、いつも。おしゃれぶってんのよ。ローソン派の人誰？じゃあ、ローソン派っていうか、ローソンだったらこれっていうのがあるのよ。ローソンといえば、スイーツ。ああ、それ。うちカフェっていうなんか、ブランドみたいなのがあるんですけど、ロールケーキとか。もうローソンが出すスイーツは大体天下一品ですね。なわけねえだろ、ミニストップにキャットだよ。ミニストップは次だよ、スイーツだったら。ミニストップは次だよ。いや、だってミニストップで俺働いてるんだよ。ローソンで働いてみろよ。俺高校生の時ローソンで働いてたから。俺ミニストップだから。俺もローソンだった。他のコンビニはないの、ちなみに。セブンイレブン一択っしょ。セブンイレブン派の人。はい。いや、まあ実際ね、総合ポイントで考えたらセブンイレブンだ。ファミリーマート誰もいないの。いや、ファミリーマートも好きなんだけどね。ファミリーマートはファミチキやな。俺さ、自分がよく行くコンビニは確かにローソンなんだけど、ファミリーマート結構おすすめで、ファミリーマートってめちゃめちゃ糖質コントロールに特化してる。出た。どうでもいいです。この辺は僕、デイリー山崎。どうして俺、コンビニ行かんからな。ウーバーイーツで頼めるのはローソン。あ、そうだね。頼まないで。ライブの時にご飯食べるじゃん。僕とシュンがよく結構弁当かぶる。ローソンは毎回とろろそば買う。ああ、確かに。あるね。とろろそば美味しい？めっちゃうまいから。ローソンのはめっちゃうまい。いや、ベトナムにさ、なんかそばないからさ、あんまなんだよね。え？あ？コンビニ一回置いといて、牛丼とかさ。ああ、これ揉めるな。いや、これ揉めるよ。吉野家これ揉めるよ、本当に。これ揉めるよ。これ一番言っちゃいけないお題だ。これ前もガキがね、これめっちゃ揉めた。一人一人、どこどこの何っていうメニューを教えて。シュン何？僕は吉野家の牛丼並盛りつゆだく、C セットに生卵つけてます。吉野家しか勝たん。千葉ちゃんは？俺は松屋のプレミアム牛丼に生卵できますね。ああ、なるほど。なるほどね。俺はもう絶対にすき家、吉野家、松屋だったらもう絶対松屋です。松屋の豚肩ロースのラージ定食。なぜならご飯がおかわり無料なんですよ。それウーバーイーツでもおかわり無料？いや、無理だろ。シャルフは？俺はもうすき家一択ですね。すき家ってバリエーションがあるんですよ。ちゃんとキムチ牛丼とか、おろしポン酢とか、オクラとか。俺多分年間でウーバーイーツですき家100は頼んでるから。しかも豚汁がマジうまい。豚汁マジうまい。牛丼じゃねえのかい。豚汁がマジうまいから。俺すき家でさ、働いてたことあるんだけどさ、豚汁はマジでうまいのよ。うまいよね。豚汁はうまい。吉野家っすね。チーズ牛丼が売ってるんで。それ好きやじゃない。それ好きやじゃん。好きやだよ。好きやが一番好きですね。チー牛しか勝たん。僕はあんま多分食べないんですけど、でもすき家のそのチーズ牛丼は好きかも。おお、一緒やん。この間見て関心持ったんですけど、なんか松屋だけタレをずっと使い続けてるらしいんですよ。だからどんどん蓄積されていくみたいな、うまさが。創業が古いほどなんかうまみが増しててめっちゃうまいらしい。で一番うまいのが新橋の松屋がめっちゃうまい。それは知らなかった。なんで俺らよりマジでやってんだよ。サクさん何なの？やっぱ吉野家さんですかね。おー僕が一番初めて最初に食べた牛丼が吉野家さんだったんで、一番最初って大事じゃないですか。一番最初だからね。黒っぽい黒っぽい。ケンさんはケンさん。ケン君は。僕ら出会がったソロ最強言うとんけな遊びじゃないぞ。絶対となれてやるマイドリーム絶対足りねえぞ。別だいいとこへ伝えろ。明日のことより今を楽しむことだけ考えていれば OK。 Let's go away 最大級の愛で甘やかしてね。君らに言わせる俺決めた俺が決めた。はい、タクです。僕の一言はこちら。ででん。ついにやっととうとう5大ドスラーが始まるぞ。イエイ。シャリフです。俺が選んだ言葉はででん、元気100倍アンパンマンということで、はい、バイクマンを倒して頑張ります。はい、俊平です。今回掲げてるテーマはこちら。好きの再認識。好きって言ってください。ゆうやです。ファンのみんなを楽しませるように頑張ります。僕の導き出した答えはこちら頑張るぞ。はい、小平です。僕が選んだ言葉はこちら芯です。はい、ということで芯を持って頑張っていきます。はい、千葉ちゃんです。僕がこのツアーで掲げてる言葉はライト光です。マジで輝きます。皆さん待ってます。ハウです。僕の生き夢はこれハピネス。ハピネスウィー。2月22日から5大都市ツアーがスタートします。皆さんぜひ遊びに来てください。来てねー英語っぽい。違うじゃんこれ。違うみんなで言うよせーの来てねー。ケンさんはケンさん。ケン君は。ただ松屋の期間限定メニューがうますぎるっていう。いやうまい。あれマジでどのメニューですか。まさに今期間限定メニューでやってるシュクメルっていうメニュー。ああわかりました。それ最近見てくださいよこれ。わあ出た出た。シュクメルリってニンニクを世界一うまく食べる料理っていうやつなんや。なんもう一回言ってください。シュクメルリマイメロディーマイメロディマイメロディシュンペロリシュンペロリ。ファミリーマートで売ってるんですよ実は。うわ1個後で絶対行くからな俺。でこれだけじゃなくてファミリーマートのコーナーにお母さん食堂の中にシュクメルリがあるんですよ実は。お母さんって食ったわあれ。前もってお母さん食堂シュクメルリって簡単に言うとなんかニンニクのシチューみたいな感じっすよね。あそう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 まさにそう。でもデイリーヤマザキもパンめっちゃ美味しいですよ。マジでマジで。